JR 山手線の品川駅と多摩地駅の間におよそ半世紀ぶりに新しい駅ができることが分かりました。 JR 東日本によりますと、新しい駅ができるのは山手線の品川駅と多摩地駅の間の車両基地がある場所です。駅を作る計画は10年ほど前からありましたが、東京オリンピックの招致が決まったことを受け正式に決定しました。2020年までの完成を目指すということです。山手線に新しい駅ができるのは1971年に西日暮里駅ができて以来で30番目となります。